新型コロナウイルスの感染者についてです今日、県内では2402人の感染と1人の死亡が確認されました新たに感染が確認されたのは仙台市発表分が1170人県発表分が1232人の合わせて2402人です土曜日の感染者数は825人1153人 2223人と推移していて、今日は先週よりも179人増えました。年代別では、10代が439人で最も多く、次いで40代が365人、20代が349人などとなっています。また、90代の女性1人が亡くなりました。